若い人の収入が増える。で、これどういうことかっていうと、結論は成果主義になっていくっていう世界ですね。で、これって最近だとトヨタとか、あと三菱 UFJ とか、このあたりっていうのが、賃金の体系結構変えてますよね。で、これニュース見てない方だったら、トヨタとか三菱 UFJ とか、あと賃上げとか、まあ、そのあたりキーワードで調べると出てきます。で、これって要するにどういう変化かっていうと、めちゃくちゃ健全な変化です。なんでかっていうと、昔っていうのは優秀な若者は給料上がらなかったんですね。でもこれからの時代っていうのは優秀な若者でも給料が上がる時代。で、この変化ってすごいいいことじゃないですか。で、一方でじゃあ誰がダメージを受けるかっていうと、それが窓際族みたいな、あんま働いていない、まあ、なんていうんですか、おっさんたちの世代です。で、この人たちってなんか Windows 2000って言われるらしいですね。で、Windows 2000何かっていうと、窓際族で全然何もしてないのに年収2000万みたいな。まあ、こういう人たちが日本の今大企業とかいるわけですよ。それこそトヨタとか三菱 UFJ とか、まあ、そういう会社にいるんですよね。で、こういう人たちっていうのを徐々に会社としてこう排除していかないといけない。まあ、排除というか、こう賃金を下げていたりとか、あとはリストラしていくとか、そういうことやっていかないと会社潰れちゃうからですね。で、僕が今、トヨタとか三菱 UFJ とか潰れるみたいな言い方をしたんですけど、まあ、これって、大半の人っていうのは現実的にそんなこと起きないだとか、絶対あんな大企業潰れないだっていうふうに思うかもしれません。で、僕も多分基本的には潰れはしないと思うんですけど、まあ、ただ今後めちゃくちゃ大きな変革をしていかないと、現在のポジションっていうのは確実に維持できないと思うんですよね。で、なんでかっていうと、車の業界とかで言うと、確実にこの先っていうのは電気自動車になっていって、で、電気自動車で今トップどこかって言ったらテスラモーターですね。で、テスラと、トヨタって今どれくらい差が開いてるかっていうと、テスラっていうのはすでにもう電気自動車とかいっぱいこう出していってるじゃないですか。で、一方でトヨタっていうのはもちろんその今開発で出していると思うんですけど、まあ、とはいえ、トヨタって元々持ってるものが大きいじゃないですか。それこそ、工場とかサプライチェーンとかそういうものですね。今後そういうのが全ていらなくなってしまうので、まあ、なので昔の状態だったらトヨタ大きいから有利だったんですけど、これからの時代って果たしてどうなのかなみたいな、このあたりっていうのは起こってると思います。まあ、こういった感じで、まあ、若干話出ちゃったんですけど、若い人の賃金がこれから上がっていきます。その一方で、Windows 2000みたいな窓際でめっちゃ給料もらってるおじさん、これが淘汰されていく世界、これはほぼ間違いないです。で、続いて二つ目っていうのが若い人は海外移住をするで、これ